よさの抑えら役源氏物語夕霧その二帰り越し都の家に大人なしの滝は落ちねど涙流れる」「昭子」恋しさの抑えられない大将は またたも三相に宮をおのにをねししようとした「四十九日の意味も過ごしてから静かに事の運ぶようにするのがいいのであるとも知っているのであるがそれまでにはあまりに時比がありすぎるもう噂を恐れる必要もないこの際はどんな男性でも取る方法で進みさえすれば成り立ってしまう結合であろうとこんな気になっているのであるから」。 夫人の嫉妬も眼中に置かなかった宮のお心はまだ自分へ傾くことはなくても人よばかりのと言って長い契りを望んだ宮洲どころの手紙が自分のところにある以上はもうこの運命からお出しになることはできないはずであると頼むところがあった長月の十一日であって野山の色は 浅はかな人間をさえもしみじみと悲しませている頃であった山おろしに木の葉も峰の葛の葉も争って立てる音の中から宋の念仏の声だけが聞こえる山荘のうちには人けも少なく症状とした庭の蠣のすぐ外には鹿が出てきたりして山の谷百姓の鳴らす鳴子の音にも逃げずに 黄色になった稲の中で鳴く声にも憂いがあるようであった滝の水は物思いをする人に威嚇を与えるようにも轟いていた草むらの中の虫だけが鳴き終わった音で悲しみを訴えている枯れた草の中から林道が悠長に出て咲いているのが寒そうであることなどもみな この頃の景色としては珍しくはないのであるが。檻とところとが人を寂しがらせ、悲しがらせるのであった。夕霧は。例の西の妻戸の前で。中へ物を言い入れたのであるが。そのまま立って。物を回しそうに辺りを眺めていた。 やわらかな気のする程度に気鳴らした脳死の下に濃い紫のきれいな内目の服が重なってもう光の弱った夕日が無遠慮に差してくるのをまぶしそうにそしてわざとらしくなく扇をかざして避けている手つきは女にこれだけの美しさがあれば良いと思われるほどでそれでさえこうはゆかぬものをなどと思って女房たちは覗いていた。 寂しい人たちにとっては良い慰安になるであろうと思われる美しい様子で特に名指して少々を呼び出した狭い縁側ではあるが他の女がまたその後ろに聞いているかもしれぬ不安があるために声高には話しえない大将であった「もう少し近くへ寄ってください好意を持ってくれませんか?」 この遠方へまでご訪問してくる私の誠意を認めてくだすったら最も親密なお取り扱いがあってしかるべきだと思いますよ。霧がとても深く降りてきますよ。と言ってちょっと山の方を眺めてから大将がぜひもっと近くへ来てくれというので余儀なく鈍色の基調をすだれから少し押し出すほどにして裾を細く巻くようにした少々は近くへ身を置いた。 この人は大和神の,の妹でころの姪であるというほかにも子供の時からころのそばで世話になっていた人であったから喪服の色は濃かった黒を重ねた上に黒の小内着を着ていたころのお隠れになったのを悲しむことと 宮様のいつまでもご霊炭であらせられるのを恨みするのが私の心の全部になって他のことは頭にありませんから誰からも私は怪しまれて仕方がありませんもう私に忍耐の力というものがなくなりましたよこれをはじめにして夕霧はいろいろと恋の苦しみを訴えた。 見やすどころの最後の手紙に書かれてあったことも言って非常になく少々も増して非常になくその時のことでございますがねあなた様がおいでにならぬばかりかご自身のお返事もおもらいになれないままで暗くなってまいりますのに悲観を遊ばしましてとうとう意識をお失いになりましたのにもののけがつけ込んで そのまま蘇生がお出来にならなかったのだと私は拝見いたしました。以前のご不幸のございました時にももうそんな風におなりになるのではないかと私どもがお案じいたしましたようなことがおりおりございましたが宮様がお悲しみになってめいっておいで遊ばすのをおなだめになりたいとお思いになるお心の強さからご健康をお持ち直しになったのでございます。 あなた様についての見やすどころのこのお悲しみ方を宮様はただ呆然として見ておいでになりました諦められぬようにこんなことを少々は言っていてまだ頭はかなり混乱しているふうであったそうではあっても宮様はもう状態にお福祉になってしかるべきだと思う。 私に対してあまりな知らず顔をお作りになるのは思いやりのないことではありませんか。もったいないことですが、孤独におなりになった宮様に誰がお力になると思いになるのだろう。法王様は一切人会と交渉を立っておいでになるご生活ぶりですから、ご相談事などは申し上げられないでしょう。あなた方が熱心になって、宮様の私に対するご冷酷さをおわたらみになるように。 よくくお話申し上げてください皆宿命があって一生孤独でいようと遊ばしてもそうなっていかないということもお話申すといい人生が望みどおりに皆な,なるものであればこの悲しい死別はなされなくてもよかったわけではありませんか」などと義理は多く言うのであるが少々は返事もできずに短足ばかりしていた。 鹿がひどく鳴くのを聞いていて「我お虎めや」と吐息をついた後で「里遠見小野の,の篠原分けてきて我も鹿こそ声も惜しまね」と大将が言うと「藤頃も梅雨けき秋の山人は鹿の泣く音に根をぞ添えつる」「少々のこの変化はよろしくもないが 低く忍んで言う小遣いなどを優美に感じる夕霧であった。宮へいろいろとお取り次ぎもさせたがこの悲しみの中から自分を取り戻す日がございましたら始終お心にかけてお尋ねくださいますお礼も申し上げられるかと思いますと礼儀としてだけのことより宮からはお返事がない。大将は失望して嘆きながら帰っていくのであった。 途中も車の中から身にしむ秋の終わり方の空を眺めていると13日の月が出て暗い気持ちなどにはふさわしくない華やかな光を地上に投げかけたそれにも誘われて一条の宮の前で車をしばらくとどめさせた以前よりもまた荒れた気のするお屋敷であった 南側の土塀の崩れたところから中を覗くと大きな建物と戸は皆下ろされてあって人影も見えない月だけが前の流れに浮かんでいるのを見て柏木がよくここで音楽の遊びなどをしたその当時のことが思い出された「三知人の影澄み果てぬ池水に一人宿もる秋の夜の月」。 こう口ずさみながら家へ帰ってきた大将はそのまま縁に近い座敷で月に眺め入りながら恋人の冷たさばかりを嘆いていた「あんな風にしていらっしゃることは以前になかったことですねおよしになればいいのに」と言って女房らはそう知った夫人は通説に夫のこの代わりを悲しんでいた。 これは心が他へ飛んでいっているという状態なのであろうそうしたことに鳴らされた六条院の夫人たちを何かといえば良い例に引いて自分をがさつな思いやりのない女のように言う夫は無理である自分も結婚した初めからそう鳴らされてきたのであったなら穏健な諦めができていてこんな時の辛抱も強いに違いない珍しく忠実な夫を持つ妻として 親兄弟をはじめとして世間からあやかり者のように言われてきた自分が最後に惨めな捨てられた女になるのであろうかと嘆いているのである夜も明け方近くなるのであるが夫婦はどちらも離れた気持ちで身を背けたまま何を言おうともしなかった起きるとまたすぐに朝霧の晴れ間も待たれるようにして 大将は山荘への手紙に筆を取っていた。不愉快に思いながらも夫人はもういつかのように奪おうとはしなかった書いてしばらくそれを眺めながら読んで見ているのが低い声ではあったが一部だけは夫人の耳にも入ってきた「いつとかは驚かすべき明けぬ夜の夢覚めてとかいいし一言」。 上よりおつると書かれたものらしい巻いて上包みをした後でも「いかによからん」などと夕霧は口にしていた侍を呼んで手紙の使いはすぐにのえ出された内容の全部はよく分からなかったが返事だけは手に入れて読みたいものであるそれによって真相が明らかになるであろうと夫人は思っていた。 朝遅くなってから小野のお返事が来た濃い紫色の堅苦しい紙へ例の少々が書いたものであった今日もまた自分たちの力でミ弥を大ごかしすることのできなかったことが書かれてあってお気の毒に存じますものですからあなた様のお手紙へ無駄書きを遊ばしたのを盗んでまいりましたと書いて中へそのところだけを破ったのが入れてあった 読んでだけはもらえたのであるということで嬉しくなる大将の心も惨めなものである無駄書き風にお書きになったお歌は骨を折って読んでみると「朝夕に泣く根をたつる小野山は絶えぬ涙やおとなしの滝」と返すべきものらしいまた寂しいお心に合いそうな「古歌などの書かれてある 宮屋のおじは美しかった他人のことでこんなことを夢中になるまでの関心を持って楽しんだり悲しんだりしているのを歯がゆく病的なことに思っていたが自分のことになると恋する心は耐え難いものであるどうしてこうまでになったのかと反省をしようとするのであるがそれもできないことであった六条院も 大将の恋愛問題をお聞きになってこの人が何らの浮いたこともせず非難のしようもない堅実な人物であることに満足しておいでになってご自身の青春時代に高職な評判を多少おとりになった譜面目をこの人が償ってくれるもののように思っておいでになったことが裏切られていくような寂しさをお感じになったこの事件の気の毒な影響から 双方でで犠牲を払うう結果になるのであろう全然関係のないところの女性ではなくて妻の兄の未亡人の宮との問題であるから舅の音とどなどもどう思うことであろうそれほどの資料を持たないのではあるまいが宿命というものから人は逃れられずに起こってきたことであろうともかくも自分の干渉すべきことでないと委員はお考えになった。 結局双方とも夫人の孫になることで気の毒であると嘆いておいでになるのであったご自身の経験されたことに照らしてみまた大将のこの現状によって亡き後の世が不安になったことを紫夫人においになると尿は顔を赤くして自分が後に残らねばならぬほど早くこの世から去っておしまいになる心でおいでになるのであろうかと恨めしく思うふうであった。 女ほど窮屈なものはありませんね心の惹かれることも恋しい感情も皆抑えて知らぬふうをしておとなしくしていなければならないのでは生きがいもなし人生の退屈さと悲哀とを紛らすことができないではありませんかそうかといって感情に乏しい女になっては無価値だしどうしてこんなふうに育ったのかとお野菜も軽蔑したくなりますからね。 ただ心でだけをもってお坊様が気の毒がる無言大使のようになって細かな感情も動きながら黙っていなければならない人にするのも無慈悲な親になる。こうであればああでありそれであればこうになるどうして中庸を得るようにすればいいかとそんなことを私が考えるのも他の女性のためではなく尿一宮を完全な女性にしたいからですよ。 と委員はっっておいでになった。夕霧が六条院へ来た時に実情を知りたくおぼしめす心から院が「見や安どころの意味がもう済んだだろうね」「時はずんずんと経つからね」「私が豚聖の望みを持ち始めた時からももう30年経っている」「味気ないことだ」 夕べの梅雨にも異ならない命を持って休んじていられるわけはないのだからねどうかして髪をそり落としたいと望みながらのんきな風を装っているこれはいけないことだねこんな話をお仕掛けになった不幸ばかりで もうこの世に未練はなかろうと思われます人でも、さて豚性はなかなかできないものらしいのでございますから、あなた様などはご無理もございません。などと言ってまた大将は、見や所の四十九日の仏事のことなども、大和の神一人の手でやっております。気の毒なことでございます。良い身寄りのない人は、自身についた幸福だけで生きている間はよろしゅうございますが、死んだ後になってみますと気の毒なものです。 とも言った見やすどころの仏寺は院からもお世話をそばすだろうよ。仁を二宮はどんなに悲しんでおいでになることだろう。その当時はよく分からなかったが近年になって事に触れて私の見たところではあの見やすどころは相当に立派な人らしい。院の高級の才女には違いなかった。そんな人の亡くなっていくことは惜しい。 生きておればよいと思う人がそんな風に皆死んでいくではないか因もお悲しみになったということだあの宮さんはここに生きておられる宮さんに次いでのご愛しだったのだよきっとご立派だろうさあ宮様はどんな方でございますか宮すどころは無難な女性と見受けましたそう親密に付き合っていたのではございませんが しかし何でもない時に人格の片りは見えるものでございますからね。などと言ってに飲二宮のことを話題にせず大将はそ知らぬ風を見せているのであるこれほど強い心でしている恋は親の言葉くらいで思いとどまらせ得られるものでない用いない忠告を逆しげに言うのも面白いことではないとお思いになって因は 何の韓国をも遊ばさなかった「大将は見やすどころの法事をするのにあらゆる尽力をしていたこんなことはすぐに評判になるもので太政大臣系も聞こえていった不都合な話であると女性の側の悪いようにそこでは言われておいでになる宮がお気の毒である」「法事の当日は 昔の縁故で大臣家の子息たちも参加した派手な図教の寄付が大臣からもあった寄付はまだ他からも多く来た競争的にこうしたことをするのが今日の流行である宮はこのままおのの山荘で豚生の実になっておしまいになる死亡がおありになったのであるが 御寺の院にこのことをお報じ申し上げた人があってそんなことはよろしくない皆がいろいろな変わった境遇にいることも望ましいことではないが保護者のない者が天になったためにかえって浮いた名を立てられることがあったり俗でいる以上に煩悩を作らなければならないことができたりしてはこの世の幸福も未来の幸福も共に無にしてしまうことになる自分がそうになっている上に 三宮が出家をしている今また二宮が同じことをしては子孫の耐えていく一家と見られるのも世の中を捨てた自分にとっては構わないことであるが必ずしもまた今競って出家は実現するに及ばないことだということは自分にもできる不幸な時にこの世を捨てることをするのは見苦しいものである自然に悟りができてくる時節を待って 冷静に判断をしてしなければならぬことですこんな意味のことをたびたびご忠告になった大将との恋愛事件がお耳に入っていたのである大将の愛が十分でないために悲観して甘になったと宮がお言われになることを委員はお危ぶみになるのであったそうとは大思いになっても 公然大将の夫人になっておしまいになることを姫宮の完全な幸福とお認めになることもおできにならないのであるがその問題に触れていっては宮が周知に耐えられないであろうとおぼしめすとかわいそうなお気持ちがしてせめてこの際は自分だけでも知らぬ顔をしていてやりたいとおぼしめした大将も立てられる噂に言い訳をしてきたこれまでの態度は もう改める方が良い時期になったと思い「女二宮が結婚をご承諾になるのを待つことはせずに『見やすどころの希望したことであったから』というように世間へは思わせることにしてこの場合は仕方がないから個人にちょっとした責任を負わせることくらい許してもらうことにしていつから始まったということを曖昧にして夫婦になろう」。 今さら恋の涙のありたけを流して宮のお心を動かそうと努めるのも自分に似合わしくないことであると思って山荘を引き上げて一条の屋敷へお釣りになる日をおよそいつということもこちらで決めた夕霧は大和の神を呼んで大将夫人としての宮のお帰りになる儀式等についてのもうけを命じたのであった屋敷の修理をさせ 家畜な見やすどころが球体を保たせていたとはいうものの行き届かないところのあった家の中を磨き出したように美しくして「壁代屏風」「貴重、頂戴」「昼のおまし」なども最も高画な洗練された趣味で制作させるように命じてあった当日は夕霧自身が一条に来ていて車や咲の役を務める人たちを山荘へ迎えに出した。 ミヤはどうしても帰らぬと言っておいでになるのを女房たちは百歩おなだめしていたし大和の神も意見を申し上げた。その仰せは受けたまわることはできません。お一人きりのお心細いご境遇が悲しく存ぜられましてご早々以来ただいままでは私としてお尽くしいたしうるだけのことはいたしてまいりました。しかし私は地方長官でございますから おおお預かりりしててまままますす。国ののの用が打ち合ってはおけけせんので、で近くまた大和へ参らなければならなななればいいございますあなた様のただいまからのお世話を誰に頼んで参ってよいという人もございませんからどうすればよいかと思っております場合に左大将が力を入れてくださるのでございますからあなた様ご一心について考えますればご再婚を遊ばすことをこれが最上のこととは申されませんのでございますが。 しかし、昔の内品の王様方にもそうした例はいくつもあったことで、ご自分のご意志でもなく、運命に従って皆そうおなりになったのでございますから、何もあなた様お一方が世間から非難されるはずもないのでございます。これほどのお方のお志をおのけになりますのは、あまりにもご幼稚なことと申すほかはございません。女性の方でも、独立していけぬことはないとおぼしめすでしょうが、 実際問題になりますとご自身をお守りになることと経済的なこととでご苦労ばかりがどんなに多いか知れませんそれよりも十分大事に尊重申されるご両親にお助けられになってこそあなた様のご天文も十分に発揮させることができるのでございますどうかその心におなりくださいませ山戸の神はまた 「あなたたちが宮様へよくごえとくの行くようにお話申し上げないのが悪いのです。そうかというとまたこうしたことに立ち至る最初の動機などはあなた方の不注意で大腰になったりして」と少々や左近を責めた女房が皆集まってきて口々にお促しするのにご犯行がお出来にならないで。 綺麗な色のお召し物などをお着せ替え申したりするままに宮はなっておいでになるのであるが切り捨ててしまいたくおぼしめすおごしを後ろから前へ引き寄せてご覧になるとそれは六尺ほどの長さで以前よりは少し量が減っていても他の者の,の目にはやはり極めてお見事なものに見えるのであるがご自身では非常に衰えてしまったもう結婚などのできる自分ではない。 いろいろな不幸に蝕まれた自分なのだからと思い続けになって、お召し返りになった姿をまたそのまま横たえておしまいになった。時間が違ってしまう、夜が更けてしまうだろう、などと言ってお供をする人たちは騒いでいた。しぐれが慌ただしく山荘を打って、全体の気分が非常に悲しくなった。 のぼりにし峰の煙に立ちまじり思わぬ方になびかずもがな」とお口ずさみになったとおりに宮はおぼしめすのであるがそのころははさみなどというものを皆隠してお手ずから尼におなりになるようなことのないように女房たちが警戒申し上げていたからそんなふうにお騒ぎをせずとも惜しく尊重すべき自分でもないものを。 しいてあまになって自らを清くしようとも思わずすればかえって人の反感を買うに過ぎないことも知っているのであるからとおぼしめしてミヤはご本意を遂げようとも遊ばさないのである女房は皆移転の用意に急いでお串箱お手箱からびつその他のお道具をそれも仮のものであったから袋くらいに皆詰めて既に運ばせてしまったから。 お一人が残っておいでになることもお出来にならずに泣く泣く車へお乗りになりながらも辺りばかりがお眺められになってこちらへおいでになる時に御すどころが病苦がありながらもお串をなでておつくろいして車からおろしたことなどを思い出しになると涙がお目を暗くばかりしたお守り刀とともに京の箱がお席の脇へ積まれたのをご覧になって 恋しさの「慰めがたき形見にて涙に曇る玉の箱かな」とお歌い遊ばされた「黒塗りのをまだお作らせになる間がなくてころが始終使っていた螺鈿の箱をそれにして終わりになるのであるころの容体の悪い時に頭鏡の伏せとして僧へお出しになった品であったが 片見,に見たいからとまたお手元へお取り返しになったものである浦島の子のように箱を守ってお帰りになる宮であった一条へお付きになるとここは悲しい色などはどこにもなく人が多く来ていて竹のようになっていた車を寄せてお降りになろうとするときに ご自邸という気がされない不快な心持ちにおなりになって動こうと遊ばさないのをあまりに少女らしいことであると言って女房たちは困っていた大将は東のタイの南の方の座敷を仮に自身の使う座敷にこしらえてもう屋敷の主人のようにしていた三条の家では誰もが「 急に別なお家と別な奥様がお出来になったとはどうしたことでしょういつ頃から始まった関係なのでしょうと言って驚いていた多情な恋愛生活などをしなかった人はこうした思いがけぬことを実行してしまうものであるしかし誰も以前からあった関係を初めて公表したことと解釈していてまだミ也のお心は結婚に向いていぬことなどを想像する人もないいずれにもせよ 宮の恩ために至極お気の毒なことばかりであるご結婚の最初の日の儀式が精進もの,のお料理であることは縁起のよろしくなく見えることであったがお食事などのことが終わって一段落のついた時に夕霧はこちらへ来て宮のご寝室への案内を少々に敷いた。 いつまでもおかわりにならぬ長いお志でございますなら今日明日だけをお待ちくださいませ元のお住まいお帰りになりますとまたお悲しみが新しくなりまして生きた方のようでもなく泣き寝にお休みになったのでございますおなだめいたしましてもかえってお恨みになるのでございますから私どももその苦痛をいたしたくございません殿様のことを宮様に申し上げることはできないのでございます と少々は言う変なことではないか。聡明な方のように想像していたのに、こんなことでは、幼稚なところの抜けぬ方と思うほかはないではないか。夕霧が自分の考えを言って、宮のためにも自分のためにも世間の品位を許さぬ用意の十分あることを説くと、それはそうでございましょうが、ただいまでは、 お命がこのお悲しみでどうかおなりになるのではないかということだけを私どもは心配いたしておりまして、その他のことは何も考えられないのでございます。殿様、お願いでございますから、強いてご無理なことは遊ばさないでくださいませ。と少々は手をすり合わせて頼んだ。聞いたことも見たこともないお取り扱いだ。過去の一人の男ほどにも愛していただけない自分が哀れになる。 世間へも何の面目があると思う。失望してこういう夕霧を見てはさすがに同情心も起こった。聞いたことも見たこともないと申しますことはあなた様のあまりにお早まりになったご用意のことでございましょう。道理はどちらにあると世間が申すでございましょうか。少し少々は笑った。 こんな風に強く抵抗をしてみても今はよその人でなく主人と召使いの関係になっている相手であるから拒み続けることはさせないで少々を連れておおよその見当をつけた宮のご寝室へ入っていった宮はあまりに思いやりのない心であると恨めしくおぼしめされて若々しい仕方だと女房たちが言ってもよいという気におなりになって 内蔵の中へ敷物を一つおしかせになって中から戸に錠をかけてお休みになったしかもこうしておられることもただ時間の問題であるこんなふうにも常軌を逸してしまった人はいつまで自分をこうさせてはおくまいと悲しんでおいでになった大将は驚くべき冷酷なお心であると恨めしく思ったがこれほどの抵抗を受けたからといって 自分ののはは一歩もも後へ引くものではない。必ず成功を見る時が来るのであるというこんな自信を持ってこの世を明かすのであって谷を隔てて寝るという山鳥の夫婦のような気がしたようやく明け方になったこうして冷淡に扱われた顔を皆に見せることが恥ずかしくて大将は出て行こうとする時にただ 少しだけを開けくださいお話ししたいことがあるのですから年切りに臨んだが何らの反応も見えない「恨みわび胸飽きがたき冬の夜にまたさし勝る関の岩門」「いいようもない冷たいお心です」と言ってそれから泣く泣く出て行った大将は六条院へ来て休息をした。 花智と夫人が「一条の宮様とご結婚なすったと」と太政大臣家あたりでは大噂さしているようですが本当のことはどんなことなのでしょうと応用に尋ねたミスに貴重を添えて立ててあったが横から優しいママ母の顔も見えるのであるそんなふうに噂もされるでしょう亡くなられた宮洲どころは 最初私が申し込んだ頃にはもってのほかのことのように言われたものですが病気がいよいよ悪くなった頃に他に託される人のないのが心細かったのですが自分の死後の宮様をご貢献するようにというような遺言をされたものですから初めから好きだった方でもあるのですからこういうことにしたのですがそれをいろいろに腐敗した噂もするでしょうそう騒ぐことでないことを人は問題に従いますね とうは笑ってところがご本人はまだあまになりたいとばかり考えておいでになるのですからそれもそうおさせしていろいろに続きあった面倒な人たちから悪く言われることもなくした方が良いとは思われますが私としては見やすどころの遺言を守らねばならぬ責任感があってともかくも形だけは私が夫になって同棲することにしたのです。 審がこちらへおいでになりました時にもお話のついでにその通りに申し上げておいてください。固く通して来ながら今になって人が非難をするような恋を始めるとはけしからんなどとお言いにならないかと遠慮していたのですが実際恋愛だけは人の忠告にも自身の心にも従えないものなのですからねとも忍びやかに言うのだった。 私は人の作り事かと思って聞いていましたがそんなことでもあるのですね。世間にはたくさんあることですが三条の姫君がどう思っていらっしゃるだろうかとおかわいそうですよ。今まであんなに幸福だったのですから。可憐な人のようにおいになる姫君ですね。がさつな鬼のような女ですよ。と言ってまた。 決してその方もおろそかになどはいたしませんよ失礼ですがあなた様ご自身のご境遇からご推察なすってください穏やかに誰も好意を持って暮らすのが最後の勝利を得る道ではございませんか嫉妬深いやかましく言う女に対しては遠ざこそ面倒だと思ってこちらも慎むことになるでしょうが永久にそうしていられるものではありませんから 他に大将を作る日になると一層彼はやかましくなりこちらはけん怠と反感をその女から覚えるだけになりますそうしたことでこちらの南の女王の態度といいあなた様の善良さといい皆手本にすべきものだと私は信じております」とママ母を褒めると夫人は笑って「物の霊にお引きになればなるほど」 私がが愛されていないなな妻であることが明瞭になりますよ。それにしましてもおかしいことは委員はご自身の多情なお癖はお忘れになったように少しの恋愛事件をお越しになると大変なことのようにお悟しになろうとしたり陰でもご心配になったりするのを拝見しますと咲かしがる人が事故のことを棚にあげているということのような気がしてなりませんよ。こう、花る里夫人が言った。 そうでですすよ。よ。貧困のことで教訓を受けますよ親の言葉がなくても私は浮気なことなどをする男でもないのに大将は非常におかしいと思うふうであった院のおい前へ来た大将をご覧になって院は新事実を知っておいでになったが知った顔を見せる必要はないとしておいでになってただ 顔を眺めておいででになるのであった「それは非常に美しくて今が男の美の盛りのような夕霧であった」「今問題になっているような恋愛事件をこの人が起こしても誰も当然のことと認めてしまうに違いない」とおぼしめされた「鬼神でも罪を許すであろうほどな鮮明な美貌からは若い光と匂いが散りこぼれるようである」 感情にまだ多少のの欠陥のある青年者でもなく、どこも皆完全に発達したきれいな鬼人であると院はご覧になって「問題の起こるのももっともである女でいてこの人を愛せずにおられるはずもなく鏡を見て自ら満身をせぬわけもなかろうと我が子ながらもお思いになる院で終わりになった」。昼近くなって大将は三条の家へ帰ったのであった。 家へ入るともうすぐに何人もの同じほどの子供たちがそばへまつわりに来た夫人は頂台の中に寝ていた大将がそこへ行っても目を見合わせようとしない恨めしいのであろうもっともであると夕霧も知っているのであるが気に留めぬふうをして夫人の顔の上にかかった余儀の端をのけると こここをどこと思っっておいででになったのですか。「私はもう死んでしまいましたよ。平成から私のことを鬼だとお言いになりますから、いっそ本当の鬼になろうと思って」と夫人は言った。あなたの気持ちは鬼以上だけれど、あなたの顔はそうでないから、私は嫌いになれないだろう。何一つやましいこともないように、こんな冗談を言う夫を夫人は不快に思って。 美しい恋をする人たちの中に混じって生きていられない私ですからどんなところでも行ってしまいます。もうあなたの念頭になぞ置かれたくない。長く一緒にいたことすら後悔しているのですから。と言って起き上がった夫人の愛嬌のある顔が真っ赤になっていて一種の魅力を持っていた子供らしく始終腹を立てる鬼だからもう見慣れて恐ろしい気はしなくなった。 少し恐ろしいところを添えたいね」と夫が冗談ごとにしてしまおうとするのを「何を言ってるのですかおとなしく死んでおしまいなさいよ私も死にますよいろんなことを聞いてるとますますあなたが嫌になりますよ置いて死ねばまたどんなことをなさるか時がかりだから」と腹を立てるのであるがますます愛嬌の出てくる夫人を夕霧は笑顔で見ながら 近くで見るのが嫌になっても私の噂を無関心には聞かないでしょうあなたはどんなに2人の祝宴の深いかを知らすために私を殺して自分も死のうというのですね。2人の葬儀を一緒にしてもらうというような約束は前にしてあったのだからね。大将はまだ夫人の嫉妬に取り合わないふうをしていろいろに透かしたりなだめたりしていると若々しく単純な性質の夫人であるから。 夫の言葉はいい加減な言葉であると思いながらも機嫌が治っていくのを哀れに思いながらも大将の心は一条の宮へ飛んでいたあちらも意志の強いばかりの女性とはお見えにならぬがやはり自分との結婚を肯定することはできずにあまりでもなっておしまいになれば自分の不名誉であると思うと当分は毎夜あちらに行っていねばならぬと慌ただしい気がして 日の暮れていく空を眺めてもまだ今日でさえお返事をくださらないではないかと反問された昨日から今日へかけて何一つ食べなかった夫人が夕食をとったりしていた「昔から私はあなたのためにどれほどの苦労をしたことだろう」「おとどが冷酷な処置をおとりになったから失恋男と誰にも言われるのを我慢して」 あちこちこからある縁談を皆断ってすべて危険をしてしまっていたようなことは女だってそうはできないことだと皆言いましたよ。どうしてそんなにしていられただろうと自分ながら若い時の自重心を認めないではいられないのですからね。今のあなたは私をあくまで憎んでいても愛すべき人たちが家の中いっぱいにいるのだからあなた一人の問題ではなくなったような現在に軽々しい挙動はできないではありませんか。 よくく見ていていいださいどんなに変わらぬ愛を持っている私であるかを長い将来に見てください。命だけではあなたとさえ引き離されることがあるでしょうがね。こんな話になって大将は泣き出した。夫人も昔のことを思い出すとあんなにもして周囲に打ち勝って育ててきた恋から夫婦になっている自分たちではないかとさすがに祝縁の深さも思われるのであった。 畳目の消えた衣服を脱ぎ捨ててことにきれいなのをいくつも重ね炊き物で袖をくすべることもして化粧もよくした夫が出かけていく姿を灯火の明かりで見ていると涙が流れてきた夕霧の脱いだ一への袖を夫人は自分の座の方へ引き寄せて「なるる身を恨みんよりは松島の天の衣に立ちやかえまし」。 どうしてもこのままでは辛抱ができない」と独り言するのに夕霧は気づくと出かける足を止めて「本当に困った心ですね」松島の「天の濡れぎぬなれぬとて脱ぎえ土帳名をたためやわ」と言った「急いだからであろうが平凡な歌である」 一条ではまだ前夜のまま宮が蔵からお出にならないために女房たちが「こんな風にいつまでもしておいでになりましては若々しいもののお分かりにならぬ方だ」という評判も立ちましょうから平成のお座敷へお帰りになりましてそちらでお心持ちを殿様のご了解なさいますようにお話遊ばせばよろしいではございませんか」というのを最もなことに宮もお思いになるのであるが。 世間でこれからのご自身がお受けになるそしりもつらく過去のある頃にその人に好意を持っておいでになったご自身をさえ恨めしくそんなことから母君を失ったとお考えになると最もいわしくてこの晩もお会いにはならなかったあまりにご冷酷すぎるこんな気持ちをいろいろに言って取り継がせて夕霧はいた女房たちも同情をせずにおられないのであった 少しでも普通の人らしい気分が帰ってくる時まで忘れずにいてくださったならとおっしゃるのでございます。母君の墓中だけは他のことを一切思わずに謹慎して暮らしたいというおぼし飯が濃厚で終わり遊ばす一方では知らぬものがないほどにあなた様のことが世間へ知れましたのを残念がっておいでになるのでございます。私の愛は 噂とか何とかいうものに左右されない絶大なものなのだがねそんなことが理解していただけないとは苦しいものだ」と大将は探索して「普通にお今の方へおいでになれば物腰で私の心持ちをお話しするだけにとどめてそれ以上のことはまだいつまでも待っていていいのです」「同じようなことをまた取り継がせるのであったが弱い者が こんなに悲しみに疲れております際に強いていろいろなことをおっしゃるのが非常に大らめしく思われるのでございます。人が見てどう私が思われることでしょう。その一部は私の不幸なせいでもあるでしょうがあなた様がお一人決めを遊ばしたからだとこれを思います。とまたご勾弁になった。まだ親しもうと遊ばすふうはない。そうは言っても いつまでも真の夫婦になり得ないことは人の口から世間にも伝わるであろうから恥ずかしいとこの女房たちに対してさえ決まり悪く思う大将であった実際のことは宮様のご意思どおりの関係にとどめるにしてもこの状態はあまりに変則だまたそうであるからといって私が断然来なくなったら宮様はどういう世評をおとりになるだろう あまりに人生を悲観なされすぎてご幼稚な態度をあたらめにならないのを私は宮様のために惜しむなどと大将が責めるのに道理があるように少々は思いまた夕霧の様子には気の毒で見ておられぬところがあって女房たちが通っていく出入り口にしてある蔵の北のとから大将を入れたひどいことをする恨めしい人たちであると宮は女房を大思いになり こうして誰の心も利己的になるのであるからこれ以上のことを女房たちからされないものでもないとお考えになるとその人ら以外に頼むもののない今のご境遇を返す返す悲しく思いになった男はミ也のお心の動かねばならぬようにして多くささやくのであるがミ也はただ恨めしくばかりお思いになってこの人に親しみを見いそうとは遊ばさない。 こんなふうにあらん限りの侮蔑を加えられております私が非常に恥ずかしくて、あるまじい恋をし始めました初めの自分を後悔いたしますが、これは取り返しうるものではありませんし、あなた様のためにももうそれはしてならないことです。ですからもうご自分はどうでもよいという徹底した弱い心におなりなさい。思うことのかなわない時に身を投げる人があるのですから。 「私のこの愛情を深い水とお思いになってそれへ身を捨てるとお思いになればよいと思います」とうぎりは言った「人への着物にお体を包むようにして他へお見せになる強さといっては声を出してお泣きになることよりお出きにならないのもあくまで女らしくお気の毒なのを眺めていてなぜこうであろう。 こんなにまで自分をお愛しになることが不可能なのであろうかどんなに許し難く思う人といってもこれほどの志を見ていては自然に心の緩んでくるものであるが岩や木以上に無情な風をお見せになるのは禅唱の約束がそうであるためで自分に像をお持ちにならねばならぬ運命を持っておいでになるのではなかろうかとこんなことを思った時から大将はあまりなお扱いに憤りに似た気持ちが起こって 三条の夫人が今頃どう思っているかと考え出すと単純な幼心に思い合った昔のこと近年になって望みがかない同棲することのできて以来の信頼し合った夫婦の常味などが思われて自身のし始めたことではあるがこの恋が味気なくなってもう強いて宮也のご機嫌を取ろうとも努めずに嘆き明かしたこんな惨めなことで 来たり出て行ったりすることも決まり悪くこの人は思って今日はこちらにとどまっていることにして落ち着いているのにも宮は反感がおもたりになっていよいよ疎い風をお見せになることが増してくるのを幼稚なお心の方であると恨めしく思いながらも哀れに感じていた蔵の中も別段細かなものがたくさん置かれてあるのでなくて功能からびつ 大き棚などだけを体裁よくあちこちの隅へ置いて感じよく居間に作って宮はおいでになるのである中は暗い気のするところへ出たらしい朝日の光が差してきた時に夕霧はかずいでおいでになる宮の余儀の端をのけて乱れたお串を手でなで直しなどしながらお顔を少し見た上品で ああくくまでで女らしくなお顔であった男は正しく装っている時以上に部屋の中での柔らかな姿が顔を引き立ててきれいに見えた柏木が普通の風彩でしかないのにもかかわらず思い上がりきっていてミヤを美人でないと思う風を時々見せたことをミヤは思い出しになると。 その当時よりも衰えてしまった自分をこの人は愛し続けることができないであろうとお考えられになって恥ずかしくてならぬ気が遊ばされるのであったミヤはなるべく楽観的にものを考えることにお勤めになって自ら慰めようとしておいでになるのであったただ複雑な関係になってあちらへもこちらへも済まぬわけになることを苦しくお思いになるのと 檻が母君の墓中であることによって、こうした冷ややかな態度を劣り続けになるのである。大将の長寿や朝げの粥が宮の老今の方へ運ばれた。この際に、物を色を不吉としてなるべく目につかぬように、この部屋の東の方には屏風を立て、中央の部屋との仕切りのところには香染の基調を置いて、 目に立つ絵物などは避けた神の規制の2段の棚などを手際よく配置してあるのは皆大和守の,のしたことであった派手な色でない山吹色黒みのある紅深い紫青煮火などに喪服を着替えさせ薄紫青口葉などの藻を目立たせず用いさせた女房たちが大将の給仕をした。 今まで婦人方だけのお住まいであって規律の崩れていたのを引き締めて少数の侍を巧みに使い不都合のないようにしているのも皆こうして思いがけず勢力のある宮のご良人がお出来になったことを聞いて元は勤めていなかった警視などが突然現れてきて事務所に詰め仕事に取り掛かっていた。 実質はともかくもこの家の主人らしい生活を大将が一条で始めている数日間を三条の夫人はもう捨てられ果てたもののように見てこれほど愛をことごとく新しい人に移すこともしないであろうと信頼していたのは自分の誤解であった忠実であった夫が他に恋人のできた時は愛の痕跡も残さず変わってしまうものだと人の言うのは嘘でないと。 苦しい体験を初めてするという気もしてこの侮辱にじっと耐えていることはできないことであると思って父の大臣家へ方角よけに行くと言って屋敷を出て行った女房が実家に帰っている時でもあったから姉君にも会って悩ましい気持ちの少し紛らすこともできた雲井の狩夫人は平勢のようにすぐ翌日に屋敷へ帰るようなこともせず父の家の客になっていた。 ここれは、すぐに佐大将へも聞こえていった。「そんなことがあるようにも予感されたことである激しい性質の人であるからと大将は思ったおとどもまた立派な人物でありながら大人らしい寛大さの欠けた性格であるから一徹に目にものを見せようとされないものでもない失敬であるもう絶好するというような態度を取られて」。 家庭の集大が外へ知られることになってはならぬと驚いて三条へ帰ってみると子供は半分ほど後に残されているのであった姫君たちと幼少な子だけを夫人は連れて行ったのである父を見つけて喜んでまつわりに来る子もあれば母を恋しがって泣く子もあるのを大将は心苦しく思った 手紙をたびたびやって迎えの車を出すが夫人からは返事もしてこなかった「こうして妻に意地を張られるようなことは自分らの貴族の間にはないことであるがと」とうとましく思いながらもおとどへ対しての義理を思って日の暮れるのを待って自身で夕霧は迎えに行った「神殿にいらっしゃいます」ということで平然行って使っている座敷の方には女房だけがいた。 男の子供たちだけは乳母に沿ってここにいた「今さら若々しい態度をとるあなたではありませんかかわいい人たちをあちらこちらへ置き放しにして自身は神殿でお姫様に帰った気でいられるあなたの気持ちは解釈に苦しむ私への愛情がそんなふうに少ないとは私にも分かっているのですが昔からあなたにばかり惹かれる心を私は持っているし 今では大勢のかわいそうな子どもができているのですから、二人の結合の緩むことはないと信じていたのに、ちょっとしたことにこだわって、こんな扱いを私になさることはいいことだろうか。取り次ぎによって夕霧はこう妻を責めた。もうすべてのことがお気に入らないものになってしまったのですから、お困りになる私の性質は今さら直す必要もないと思います。 「かわいそうな子供たちだけを愛してくだされば嬉しく思います」と夫人は返事をさせた「おとなしいご挨拶だ」「結局は誰の不名誉になることとお思いになるのだろう」と言って強いて夫人の出てくることも求めずにこの晩は一人で寝ることにした「どちらつかずの境遇になった」と思いながら子供たちをそばへ寝させて 大将は飲み屋のご様子も想像するのであったどんなにまた反問をしておいでになる夜であろうなどと考えると苦しくなってこんなやるせない苦しみばかりをせねばならぬ恋というものをなぜ面白いことに人は思うのであろうと懲りてしまいそうな気もした夜が明けた時にこんなことを若夫婦のように言い合っているのも恥ずかしいことですから ダメならダメと諦めますがもう一度だけ元通りになってほしいという私の希望を入れたらどうですか三条にいる小さい人たちもかわいそうな顔をして母を恋しがっていましたが酔って残しておいでになったのにはそれだけの考えがあるのでしょうからあなたに愛されない子供たちを私の手でどうにか育てましょう」とまた多少威嚇的なことを夫人へ言ってやった。 一本気なこののの人人はは自分の産んだ子供たた。ちまで他の家連れれて行くかもしれぬという不安を夫人は覚えた姫君を本邸の方へ返してください。顔を見に来ることもこうした決まりの悪い思いを始終しなければならないことですからたびたびは用しません。あちらに残っている子供たちも寂しくてかわいそうですからせめて一緒に置いてやりたいと思います。とまた大将は言ってよこした。 そうしてから小さくて綺麗な顔をした姫君たちが父のいる座敷へ連れられてきた夕霧は可愛く思って女の子たちを見た「お母様の言う通りになってはいけませんよものの判断のできない女になっては悪いからね」などと教えていたおとどは 娘と婿のこの事件を聞いて外分を悪がっていたしばらく生還をしているべきだった大将にも考えがあってしていたことだろうからね夫人が反抗的に家を出てくるようなことは軽率なことに見られてかえって人の同情を失ってしまうしかしもうそうした態度を取りかけた以上はすぐに負けて出てはならない 「そのうちに先方の誠意のありなしも分かることだから」と娘に言って一条の宮へクロードの少々を使いにしておとどは手紙をお送りするのであった「<laughs> ちぎりあれや君を心にとどめおきて哀れと思い恨めしと聞く」「無関心にはなれません因縁があるのでございますね」 この手紙を持って少々はずんずん宮家へ入ってきた南の縁側に敷物を出したが女房たちは応接に出るのを気づらく思ったまして宮はわびしい気持ちになっておいでになったこの人は兄弟の中で最も風采の良い人で落ち着いた態度で屋敷の中を見回しながらも亡き兄のことを思い出しているふうであった 伺っているところのような気になって私はいるのですがそちらでは親しい者とお認めくださらないかもしれませんねなどと皮肉を少し言うおとどへの返事をしにくく宮はおぼしめして私にはどうしてもかかれないこう言いになるとお返事をなさいませんとあちらでは礼儀のないようにお思いになるでございましょうし私どもが代わってご挨拶をいたしておいて良い方でもございませんから 女房たちが集まってなおもお書きになることをお促しするとミやはまずお泣きになって「ミやすどころが生きていたならどんなに不愉快なことと自分の今日のことを思っても身に変えて罪は隠してくれるであろうと」と母君の大きな愛を思い出しながらお書きになる紙の上には墨よりも涙の方が多く伝わってきておじが続かない何故か 世に数ならぬ身一つを牛とも思い悲しとも聞く」と実感のままお書きになりそれだけにして包んでお出しになった少々は女房たちとしばらく話をしていたが時々伺っている私がこうしたミスの前におおかれすることはあまりに哀れですよ。 これからは「あなた方を友人と思って始終参りますからお座敷の出入りも許していただければ今日までの志が報いられた気がするでしょう」などという言葉を残してクロードの少々は帰ったこんなことから宮のご感情はまたまた降下していくのに対して夕霧が反問と焦燥で夢中になっている間一方で雲井の狩り夫人の苦問は深まるばかりであった。 「こんな噂を聞いている内志之助は自分を許しがたい存在として嫉妬し続ける夫人にとって今度こそ侮りがたい相手が出現したではないかと思って手紙などは時々送っているのであったから見舞いを書いて出した」「数ならば身に知られまし世のうさを人のためにも濡らす袖かな」「失敬な」というような気も夫人はするのであったが もののしかも退屈な中にいてはこれにも哀れは覚えないでもなかった人の世の浮きを哀れと見しかども身に替えんとは思わざりしをとだけ書かれた返事に内志之助はその通りに思うことであろうと同情した夫人と結婚のできた以前の青春時代には この内志之助だけを隠れた愛人にして慰められていた大将であったが夫人を得てからは来ることもたまさかになってしまったさすがに子どもの数だけは増えていった夫人の産んだのは長男三男四男六男と長女次女四女五女で内志之助は三女六女次男五男を持っていた大将の子は皆で十二人であるが みな良い子でそれぞれの特色を持って成長していった内志之助の産んだ男の子は顔もよく才もあって皆優れていた三女と次男は六条院の花散里夫人が手元へ引き取って世話をしていたその子供たちは院も始終ご覧になって愛しておいでになったそれは全く理想的に言っているわけである